徳山の利では、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。通称は、孫三郎、五兵で、法名は二位法院修元。父は、小西門の定高。天文十三年、徳山定高の子として、美濃国で生まれる。徳山氏は途中で、徳氏からの養子が入ったため、生は源氏徳氏所流であるが、本来は、東関西坂上氏の所流で、 美濃国王の軍徳山の土豪であった。はじめ斎藤氏に属したと思われ、後に織田信長に侵入し、柴田勝家の寄り木となる。一向一騎など、北陸地方の平定に尽力し、加賀国末登城四万国の主となる。信長氏後も勝家に従い、天正十一年の静ヶ岳の戦いでは、佐久間森政隊の先鋒として奮戦した。戦後、橋秀に許され、 羽長秀に仕えた。その後、四君、羽長重が元宝された時に飯放たれて、前田利家に仕え、天正13年に末森城の戦いに従軍して、笹成政と戦った。早くから徳川家康に通じ、慶長5年の関ヶ原の戦い直前に、前田家を出奔し、家康に仕えて五千国を領した。慶長11年、死去。 子孫は、旗本として続いた。また、岡本喜道の、箕輪神中の題材となった神獣を起こした、藤枝教業も、子孫の一人である。徳山氏は、坂上生と、美の源氏時士の流れを組む日本の氏族。家門は丸に三つ、地上、中院三つ割り義教。祖は、徳山貞信である。徳山貞信は、延元二年、徳山村の本郷に、館。 伊ビガワ西岸の山に徳山城を築いて居城とした。徳山市警府、ありがとうございます。